はい、どうもスタッフネフです。さあ最終日ですね。一旦1年間が終わってしまいますのと同時に人参は収穫できませんでした。もうすぐ収穫できそうで終わっちゃいましたね。かわいそうに、まるで他人事ですが、放牧しましょう。餌はあるな、まだ。放牧しましょう。お、めいめいが。オッケー。ミルクだけ先取っちゃって、おお、持ってくの持ってくのお前父ギュイーンってやった最後の多分痛かったやろに、ごめんね父ギュイーンは痛いよ。話して撫でましょう。しばらくしたら売るしかないよな、彼らも。酪農ってそんなもんだもんな。しっかり貯めときたいよな、このターンで。動物たちがね、いっぱい増えるまでには。だいぶ今度はもんかな。いやー、最後の日誰もいないですね。何しようかっていう感じですけどね。ちゃんと最後はやっぱり来ないとね。ちょっと話しとくか。この上の日記とか読めないんだ。シャレた感じのチェストです。あの人ってな感じ。綺麗に対された鉢植えですね。はい、さして大きな変化はなく、いやなんやかんや1年終えるまでにどんぐらいかかったんだろう。すげえなこいつ、馬を押し返すぐらいの力はやばいやろ。
1年終わるまでに多分ですけど、まあ1本20分かかってだいたいまあ40本ぐらい上げてるんで800分はやってる。まあそんなにやってないですけど、でもなんかこの放置してる時間みたいなのもあるんで、単純に多分現実時間では1ヶ月以上は遊んでますね、このゲームで。ちょっとマジで最後ぐらい勝ちてんだけど、お願いします、お願いします、遠慮せず。なんでお前、ま、なんで先手わしなん、おかしくない？で恥取るやんお前すぐ、それがおかしいっていう話だよね。やば、やばい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 、あーそうなるんか、そうなるんか、はい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 、そうなるんですね。やられたわ。うわ、でもそうだな、取れねえもんな、これだったら。ああ、ここやべえ、あ、やば、やばい、もうやばい、もうこれ、ちょ強すぎんこいつらマジで。あー、ミスった、そこあったんか、気づかなかった。あ、危ねえ、引き分けた、引き分けた、あー引き分けた、あー危ねえ、いやまあまあまあ最後にしてはね、良かったんじゃないですか。引き分けまで持っていけたっていうのが大事ですよね。負けてたのが引き分けまで持ってこれた、こうちょっとずつ上達している、そんな自分に満足してるわ今。本当はもうちょっと考えておかないといけないんだろうけど、私にはそんなことはできない。どっちかというとパパパパを鍛えたタイプ。俺将棋とかだから苦手なんですよね。だからあんまりその先を考えるので定石みたいな覚えるのとかも好きじゃなくて、なんか適当に動かしたい置きたい、深く考えたくないっていう。
結局将棋とかああいうのとかって全部、まあオセロとかもそうなんですけど、定石ゲーじゃないですか。覚えてなんぼみたいな。むしろ覚えてないと勝てない、勝ち方を知らないと勝てないっていうゲーム性なんで、そういうのがねあんま好きじゃないっていう。まあでも FPS とかも全部そうなんですけど、ゲームってそうなんですけどね、勝ち方知らないと勝てないっていうね。出かけとるモッパ、これ受け取ってくんねえもんな。最後ダリルのとこ行って魚あげてあれしてみようか、寝てみましょうか。1年過ぎた後どんなイベントがあるのかちょっと気になりますもんね。そこまでぐらいはさすがにちょっと撮りたいなっていう感じですよね。ピーポーパーポーパー、まだ寝てるわ。得体の知れない液体が使っています。家に入りきない実験道具が置かれています。実験用と思われる植物が置いてあります。はい、逆にすごいですよね。ここまでなんか理事に一時に起きれるのってむしろ才能っすよね。起きれない人起きれないもんな、こういうの。うひょー、どうでしたろう。来た。むむむむむ。なぜだーっつってますね。おかしい、絶対におかしい。私の研究の秘密は完璧のはずだ。一体どこから情報が漏れたというのだ。うん。うひょ。うひょ。なんだ君か、驚かさないでくれ。てっきり発明のアイデアを盗み抜いてスパイかと思ったじゃないか。聞いてくれたまえ、私が開発したこのシードメーカーだが、街で偽物が売られていたのだよ。誰かが私の発明のアイデアを盗んだに違いない。実に不愉快だ。なんとかして私の発明したシードメーカーの素晴らしさを世に認めさせねば。そうだ、君に私が開発したこのシードメーカーをあげよう。君が使ってくれる私のシードメーカーの素晴らしさが証明されるはずだ。よし、そうと決めれば早速作業に取り掛かろう。ただでくれんの？よし、これで作業完了だ。さて、私は研究所に戻ろうとしよう。何しろ片付けがないといけない、研究が山のようにあるのだ。それで私の発明品を思う存分有効活用してくれたまえ。と、ここでリメイクされたからなのかわかんないですけど、更新されてますね、その僕が見てたやつところも。お金かかるって書かれてたのに、あ違う、一応これ書かれたのがシードメーカーの使用方法、ダリューと仲が良い、有効度70、すれ違う時に振り向いてくれる程度、
まだ高倉からシードメーカーの話を聞いていない。ダリルが在宅時に訪問する。有効度の関係でダリルの雷実験、太陽電池実験、シードメーカーの入手の順にイベントが発生しやすい。このイベントを起こすため念のため高倉とはずっと会話をしないようにしていた。高倉シードメーカーを追い出される話を聞いてしまうと、ダリルからもらえなくなってしまうからだ。購入はできるようになる。6000ゴールド。って書いてあるんですけど、多分、今作でリメイクされたことによってそこが多分解消されてちゃんともらえるようになったという感じのようです。いいですね。ここちょっと変更点ですね、リメイクの。起きてきたんで行こうかな。ちょっと次の日のあれだけ見て。はい、なんで高倉と話すのはもういつでも話してもらって大丈夫ということですね。雨降るみたいですけど、まあいいでしょう。書きましょう。はい、じゃあ寝てちょっと見てみましょうか。せっかくなんで、なんかイベント起きたりするのか。1年過ぎた時にちょっとローディング長いですね。まさか、なんか完全にセピリア迎えに行ってますよね。ああ。おはよう。セピリアよろしく頼むよ。この子は大切な私の娘なんだからね。おばさん。さ、忘れたのにみんながあんたたちの通るのを今か今かと待ってるよ。ちゃんと自分たちが結婚したことを報告してきな。報告しに行くんだ俺。マッシュ喋んねえし。今までお世話になりました。短い間でしたけど楽しかったです。バカだね、水臭いこと言うんじゃないよ。こんな近くにいるじゃないか。これからだってそうだよ。さあもういい加減おいき。マッシュ、マッシュ、今までどうもありがとう。おばさんのことよろしくね。セピリア、いつでも帰ってこいよ。演技でもないこと言うんじゃないよ。そんなことになったら私がただじゃおかないからね。怖っ。口の開け方怖っ。それではおばさん、マッシュさようなら。あー、これでついにセピリアがうちに来るのか。ちなみにこうマッシュの結婚相手って誰だったんだろうな。まさかの、みんなにあれしてるな。ルミナどっか行った。すげえ悲しそうな顔してる。仲良かったからな。これかな、仲良かった人たちがいるとこういったことが起こり得るのかな。
ケンさん、さあ我が家へようこそ。内装変わる、どんな風に変わるんだろうな、ちょっと気になるな。そういや、セビリアさんは F のことを何て呼ぶつもりなんだ？あ、本当だ。私結婚したんだもんね。何か特別な呼び方を考えて。パートナーに呼ばれる名前を言ってください。やばない。パートナーに呼ばれる名前を。いや、もうここはもう、一択でしょ。これでしょ、もうラムちゃんが好きなんでね、僕は。お願いがあるの。今から大好きな人を連れて伊豆まで来てほしいのだ。頑張って準備したの。伊豆にいようとしてるよ、もうまだ行っちゃダメなの。かわいいな。待ってるの、行こうか。待ってるのだ。女神様との結婚はできないのかな。今んとこ多分わかんないっぽいけど、それにしても急に森へ散歩に行こうだなんてどうしたの？うん、まあいいわ。コロポックルはみんなには見えてない設定なんだかな。え、これって、おお、すげえ、すごいわこれ。もしかして、あ、いいな、いいな。じゃあそういうことにしておくわね。まるでおとぎ話の中の結婚式ね。私こういうのに憧れてたの。わ、 BGM 変わってすげえいいな。誓いましょう。これね、脳内で再生してください、この声は。いいですね、新婚。いつか家族が増える日が来るかも。顔をからめてる。この先家族が増るとしたら女の子がいいですね。もうこれは個人的な、今の自分の実情と照らし合わせるとそうなっちゃうっていう。分かったの？え？お願いしたとっても素敵なことが起こるに違いないの。正直どっちでもいいっちゃどっちでもいいですけどね。男の子でも女の子でも、どっちでも嬉しいは嬉しいっすよね。どうしたの？いいな、いいな、これ、これおすすめだわ。こう呼ばれることをおすすめします、僕は皆さんに。あれから、え、早くない？え、何？勝手に数年経ったんだが。でもって子供生まれて。あの、え、死んだの俺。違うよね。
主人公のおじいさんのことだよな。びっくりした、数年で死んだとか言われたらびっくりするわ。もう家めっちゃ変わってるわ。立派なキッチンが建ってセピリアさんも幸せそうだ。あー、かわいいっすね。名前を決めなきゃいけないんだよな。もう大きいものは数年だからな。今可愛い境だと名前生っつったから。名前めっちゃ決めなきゃいけないじゃん。くっつけたい名前はあるんですがつけれないので。奥さんの名前から取りましょう。じゃあ奥さんの名前からね、前取ってセピアにしましょう。間違えた。ああ、セピア、はい、親ってのはみんな子供に夢を見るようだが、あの二人はこの子にどんな夢を見るんだろうな。だいぶ家手がなったな。追いかけられてる、プイが。やば、パパ抱っこ抱っこ。お、抱っこしてるわ。横抱きや。トントンして、おお、飛ばしとるわ上に。もっと後継ぎに考えてるって。後継ぎにしたいね。でもそれは正直、後継ぎになってほしいのはなってほしいけどね、ここまで最近したから。自由に選んでほしいよね。誕生の章、章があるのかこれ。新しい仲間って何？ひよこかい。メス、ありがて。タマコって名前にしよう。まだ寝てるわ。おもちゃ箱、落書き帳。いや、パクれるやんこれ、最悪やな。おっぱいスース。おー、ほう、冷蔵庫が中にあるわ。食器が並んでいます。台所にオーブンが増えました。オーブンを使った料理を作ってみましょう。料理たくさん作って腕上げないと作れないと。何これ、シャワーか。ああ、とか言って。
何の音？ここは？トイレか、じゃあ。トイレだな。トイレとシャワーが追加されたけど、何か特に特別なことはなく、今日はお屋敷に集合、朝10時から夕方5時まで、みんなで料理を持ち寄って新年を祝いますと。はあ、おはようございます。本日ロマナ様のお屋敷で新年を祝うパーティーを行います。ぜひご一緒にということでお声掛けに参りました。午前10時から午後5時まで受付しておりますので、ぜひお屋敷にいらしてくださいね。そうそう、新年のパーティー、皆様、毎年皆様が料理を持ち寄ってくださいます。突然の誘いなので難しいかもしれませんが、よかったら腕を振るっていただければと。野村さんもきっと喜ばれますよ。それではお待ちしておりますね。はい、じゃあ卵だけ持っていきますわ。卵、ミルク、はい、人参は、あ、取れる、あぶねー。人参あるな、人参と香りハーブあるな。何か作れるかもな。ということで一旦ここで終わりにしましょうか。6時、起きてきてますね。高い高いできるわ。明けましておめでとうやって。いろいろできる。まあ一旦セーブしましょう、これで。まあということでね、とりあえず1年間終えてみてっていう感じなので、ここまでとさせていただきたいと思います。で、まあ、今後取りだめてボンってでっかいの3時間4時間とかで1年間とかっていうのはあるかもしれないですけど、まあこうやって区切って1日ごとに区切ってあげるっていうのはもうないかもしれないです。はい、で今後あげるかどうかもちょっと怪しいです。では、ご視聴ありがとうございました。